カバーガー食べたかったな。道の駅丹波山に鹿バーガーがあった。またダブルチーズバーガーで我慢すか。いよいよ大菩薩ラインに向かいます。おい、おお、泳ぎたい、泳ぎたいのに泳げない。いや別に泳いでもいいんだけどさ。おいおいおそういうことばっかりから、後で編集大変になってもうやんだくなんだよ。柿、キノコ、しりとりか。営業中？おお、こんな早くからやってんだ。あれ、すごく崩れてる系だよね。おお、どしゃってる。怖えなぁ。お、大菩薩ラインって出てきた。おお、いい渓流。お、ここもどしゃってる。あららら。いや、川いいね。川いいね。本当に渓谷のところに道路通したね。もう大変だったろうな、ここ工事すんの。おお。来んなよ後ろから。もう気持ちよく走ってっから。いやー、この草邪魔だな。木々が下、いい川なのにチャプチャプって。え、何これ。刀場トンネル通れないの？まだ作ってんのかなあれ。でもトンネル抜けさせられるよりもこっちのくねくねの方が俺いいわ。おお、あ、さっきのトンネルだ。あ、作ってんだ。大菩薩ラインって看板出てきたね。工事してる。おお、一気に上がんだね。おお、すげえな。結構急だぜこの斜面。通りで土砂崩れが頻繁に起きてるわけだ。おお、おお、めっちゃいいよこれ。左下降りていけねえのかよ。すごい渓流だよ。ほらほらほら、うわ、見えっかなカメラで。いい渓流だと思うよ。渓流、それはほらほらほら、水多いな、水多いな。なるほど、いい渓流ですよ。こっちの方くっと近づくのね。ほら、いやー、そこ、あ、泳ぎたいって、あれダメだ、あれヤマメの釣り場だから綺麗になってたんだ。ヤマメーって、峠になってきたね。ここまでくっと甲府まで40キロなんだな、もう。なるほど。なるほど。ああ、林道。まだ8時だっていうね。おお、上がってきたね。何峠行ってんだろうな、ここ。おお、雲が近づいた気がする。柳沢、柳沢峠。それ信号だよ。ここが峠のてっぺんあたりなのかな。
おお、ここ止めて行くのね、みんな登りに。お、なんだ、抜けてるぞ。いってらっしゃい。見えなかった。見えるって口ゴミに書いてあったのに。そして弾いた、弾いでけ、弾いたでけ。夏やんだな、あんたのブンブン食っから、アブダの弾だの。あー、だらし道作ってんのね。うわ、うえ、気持ちいいね。あー、これは気持ちいいわ。ブドウブリッジ、オーダーブドウブリッジ。おー、なんだこの橋、くるくる回ってる橋来たよ。お、富士山、富士山こんにちは、こんにちは富士山。おー、なんだこの橋、くるくる橋だ、くるくる橋。あー、いいね、こういう緩やかなカーブが続くのは。おー、いいね。おー、ヤンマバリだね。お、また来たよ、くるっくる、くるっくる橋。ふぃふぃ、いい道作ったね、これ。ああ、橋が多いんだね。ほほほほ。お、わ、鹿、鹿、鹿いだ、めっちゃ鹿いだ、でっけえな鹿。やっぱり野生の宝庫だね、鹿いだよ。まあそうだよな、鹿が住んでるとこに人間が勝手に道路作ってっから。向こうからすると、あの、おめえ何中やこの野郎って。俺鹿中だぞこの。左折だよ、左折。グーグル先生頼むよ、変な道じゃないこと祈るよ。そう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 、何峠っていうの、大菩薩峠。お、来たよ、え、大菩薩とおげ。あれ、なんか今買いだったな。